小鳥の歌ステップ。さあ、ではこの後はママやパパ、お兄ちゃんお姉ちゃん、弟妹などと一緒に手をつなぎながらやってみます。向かい合わせに手をつないで、ゆっくり手を横に動かします。せーの。小鳥はとても歌が好き、母さん呼ぶのも歌で呼ぶ。ママやパパがピッ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 、みんながチッ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 、手を取ってジャンピッチクリピッ。さあ、こんな感じですよ。